西側より俯瞰の大駅は、新潟県糸井川市大技の大座城表紙にある、越後時めき、鉄道日本海筆衰ラインの駅である。北陸本線の最も東側の区間は、直越駅を起点として1911年に、寄港され、同年7月1日に、名立駅まで、そして1912年12月16日に、糸井川駅まで開通した。 この糸井川園長の際に農駅も開設された。この時の駅は農町役場などが置かれた町中心部に近いものであった。駅の建設に際して待合室の土間をコンクリートできれいに仕上げたが翌朝になると穴だらけになっていたという伝承がある。これは当時大量であったイワシを浜で干しており、そのイワシの油で砂が固まってその中にウジが入り込み、 気づかずにコンクリートの打折に使ったためにコンクリートの中からウジが生い出して穴だらけになったものだという。1913年4月1日、大見駅糸井川駅間の開通に伴って北陸本線が全通し、それまで新越線と呼ばれていた名越糸井川間も北陸本線の一部となって、当駅は北陸本線の駅となった。開業後は、 イワシにに代表さされれるる大量の海の海が当駅から貨車で搬出されるようになった。1951年の統計でも発送品目の上位は木材、鮮魚、練炭ンン、玄米の順で到着はセメント、石炭、肥料の順であった。1959年から1963年の平均では発送が魚、米、木材の順、到着が セメント、鉄鋼、砂利の順であった。1961年10月1日のダイヤ改正で大阪駅や青森駅、上野駅間に特急、白鳥が設定された際、当時北陸本線が単線だったため、当駅で上りが運転停車を行い、下りと列車交換を行うダイヤが組まれていた。しかし、金沢鉄道管理局が作成した。 駅形出の時刻表に誤って、上り列車の停車時刻が記載され、また一部の市販時刻表にも時刻が掲載された。金沢鉄道管理局は、本社や中部支社から、客扱いをしない旨の指示が届かなかったことから、客扱いをするものとしていた。一方、本社や中部支社は、準急さえ止まらぬ駅で特急の客扱いをしない、ことは、当然という意識であったという。 地元では特急停車を祝賀するつもりで、ミス、ノーマで選出し、花束などを用意して、白鳥を迎えることになった。ダイヤ改正当日の午後2時34分、停車した白鳥を駅で、地元の婦人会が浴衣姿で踊って出迎え、乗務員に花束まで渡したものの、ドアは開かぬまま、白鳥は発車し、特急が停車して、 客扱いもするものと思っていた関係者らは落胆した。これを俗に農騒動と呼ぶ。また、ある男性客二人は当駅まで白鳥を利用しようとしたが、当該列車内で車掌から農駅では下車できませんと告げられ、次の停車駅である直越駅で下車しなければならなかった。この二人は、この後、国鉄に強く抗議したという。なお、農駅は、 1982年のダイヤ改正後から2000年代初めまで特急北越一往復が停車し、昇進正明正の特急停車駅となった時期があったが、その後は農駅での特急利用客源や北陸本線の富山駅等の特急が白鷹以外減少したこともあり、普通列車のみの停車駅に戻った。しかし、2015年3月の越後時めき、 鉄道への移管に伴い、新設された快速列車の停車駅となっていた。1962年6月30日には、農駅を含む区間が、単線自動閉塞を施行された。さらに当駅と筒石駅の間に1962年9月28日に、桃川信号場が、浦本駅との間に1964年3月16日16時過ぎ、農町こどまりにおいて、 大規模な地滑りが発生し、農駅を出発した直後であった、鶴ヶ初直江津行き7両編成の普通列車が崩壊区間に突っ込む事故が起きた。地元の住宅約30戸が地滑りに巻き込まれて全壊し、死者2名、行方不明者2名を出し、帰還者は日本海まで押し流されたものの、列車の乗員乗客約150名は全員が無事であった。 この災害により20日間にわたって北陸本線が普通となった。こうした防災上の問題点を抱えていたことに加え、この当時北陸本線の輸送需要が増加しつつあって、線路容量の低い、この付近がアイロとなっていたことから早期の伏線化が望まれ、1963年6月14日に伏線化ルートの調査が開始された。この結果、現在線では、 地滑りの時期も規模も予想困難で抜本的な防止対策は不可能であり危険度の高い地域を避けて新線を建設する必要があると結論付けられた。これに基づいて A から C の3つのルートが立案されて比較検討されたが農駅については3ルートいずれでも現在駅から約700メートル山側に移転するものとなっていた。こうした 検討のための地質調査を1964年1月に完了したが、この際に相当内陸側まで調査を行っていたことや、当時世界最長となるトンネルの構想があることなどが、新聞で先に報じられていたことから、地元では、現在の路線と駅がなくなることへの不安が広がり、反対運動が開始された。多数の通勤通学旅客が、バス輸送に、 転移しなければならないこと、鮮魚の搬出輸送ができなくなること、商工業に打撃があること、海水浴場の営業に問題があることなどが反対の論点で影響を受ける糸井川市、農町、名良地町などが連携して反対運動を行った。国鉄の地質調査委員会は3月に現在線の線像工事は不可能と結論を出したことから各市町で反対決議が行われ、 反対運動が激化することになった。特に最も長いトンネルとなる案では、灘地町には駅がなくなることから、灘地町,町から強い反発があった。現在線を伏線電化することが要望され、また、新潟県ではトンネル案が実現する場合は、現在線をローカル線として残すという提案もなされた。国鉄が検討した現在線に近い新ルートにおいて、 名立駅は現在駅より約800メートル山側に移設して存続という提案がなされたことから名立町では妥協する動きが生まれ事実上反対運動を集結したこれに対して農町ではあくまで強く反対する動きがあり特に筒石駅がなくなることに対してトンネル内に残すことができないかの交渉が続けられた最終的に 首木トンネル内に筒石駅を設置することで妥協が図られ、1965年10月に覚書が交換されて反対運動が集結した。これにより、農駅は約700メートル山側を通る新線上に移転することになった。これには、農の町が南の方向へ発展するしか用地がなく、線路で市街地を分断させないという狙いもあった。 1966年3月1日に伏線電化工事の起工式が行われた。浦本有馬川間は1969年9月29日に新線に切り替えられ、農駅も新駅に移転した。旧駅跡地は現在文化体育館となっており、記念の石踏みが農地区公民館の前に立っている。新駅に通じる道路の沿線が新たに発展し、 スーパーマーケットが開店するなどした。新しい農駅には貨物扱い設備も設けられ、貨物営業が継続された。しかし移転から6年経たない1975年3月10日をもって貨物取扱いは廃止された。この貨物扱い施設の跡地には自動車駐車場が整備された。さらに1982年4月1日から旅客フロント業務が 日本交通観光に業務委託となり、同年11月15日には荷物の扱いが自動車代行となった。一方このダイヤ改正では特急列車が一往復停車するようになった。1986年11月1日には荷物の取り扱いが廃止となった。1987年4月1日、国鉄分割民営化により北陸本線は 西日本旅客鉄道の所属となり、農駅も JR 西日本の駅となった。さらに2015年3月14日に北陸新幹線、長野金沢管轄業に伴い平行在来線が分離され、越後ときめき、鉄道へ移管された。築定上に島式ホーム2面4線で、対比設備を有する高架駅。プラットホームの有効長は220メートルある。 側線を数本持ち、構内には小さな車庫も設けられている。駅の筒石型方はすぐに首木トンネル、裏元方は木裏トンネルがある。このためこの駅のホームは、駅舎や駅の外部から見ると高い場所に位置している。駅舎は、コンクリート造り2階建て、延べ床面積666.7平方メートルで、地区北側、直越寄りの地平部分に存在する。 駅機能は1階に集約されており、コンコースには窓口、友人改札口、近距離ギップ専用のタッチパネル式自動券売機のほか、屋内待合室が設置されている。駅舎とホームは地下連絡通路で接続しており、駅舎の2階はホームと高さが同じで、駅舎の2階からホームの脇に職員専用の通路が伸びている。北陸新幹線金沢延伸前までは、 JR 西日本金沢支社の糸井川、地域鉄道部が管理する業務委託駅で JR 西日本金沢メンテックが駅業務を自宅していた。窓口にはポス端末が設置されており、この他補充券での指定席券の発行を行っていた。JR からの移管後もしばらくは業務委託駅として運営されていたが、現在は直営駅となっている。昭和50年代には、 海水浴客向け臨時列車、鴨もビーチ号が長野方面から当駅まで運転されたこともあった。伏線電化工事を記念した工事費及び25名の巡職者を祀る慰霊費が農駅構内に設置されている。駅移転時に貨物ホームが駅の南側に設けられ、高床ホーム34メートル、地平14メートルが用意された。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。国道8号に沿った、能の従来からの市街地中心部から、能谷に沿う県道で遡ったところに駅がある。旧来の市街地から駅までの間も、駅が移転して、以降発展して、町がつながった。糸井川市役所の事務所がある能の中心部は、この駅から800メートルほど北の海岸近くにある。 駅の南300メートルほどのところに北陸自動車道のノーインターチェンジがある。北陸本線、北陸自動車道とも、当駅付近はトンネルが連なっており、その間に駅やインターチェンジを設けている。海岸沿いの東側に農漁港がある。農漁港の付近には、道の駅マリンドリーム、農薬にの天然記念物に指定されている農の,の、ひめはるゼミ発生地。 弁天岩など観光スポットがある。農漁港の付近には、農浜海水浴場もあり、この辺りは夏には多くの海水浴客で賑わうこととなる。農インターチェンジから作口温泉方面へ向かうと、シャルマン日打ちスキー場があり、5月の初旬までスキーができる。糸井川バスが周辺集落や温泉地に向けて運行されている。糸井川市、コミュニティバスは、大洞線。 川詰線、高倉線の三路線が存在するが、いずれも1.5往復の運行で、最終便はそれぞれデマンド制となっている。12月29日から1月3日と、祝日は運休。越後の停車場では3月18日と、記載しているが、農町市下館及び、北陸本線糸井川、直江津線路増設工事士が、いずれも3月16日と記載のため、 こちらを採用した。ありがとうございます。